タイム。ショータイム。すいません、すいません。伊藤編の友人屋です。T 隊長です。そして今日は自己紹介お願いします。自称タイプ1の丸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メッセージいただきまして、うん、伝えたいことがあると。うん、仲間に、同士に。同士に。それをちょっとお聞きしたいと思ってます。うん、で、ご自身がタイプ1だと。タイプ1でウィング2だなっていう感じ。っていう感触があり、自分がとても苦しい思いをして、うん、そこに、から今、立ち直ろうとしているところな感じですか？立ち直った。完全ではない途中かなって感じですけれども、去年よりはマシです。こうひどかったんですか？育ちの段階から言いますと、結構、ちゃんとした厳しい親のもとに育ったため、本来は、のんびりした性格だったんですけど、マイペースで、こう、厳しく教育されてるうちに、正しければ叱られないっていう妙な刷り込みが生まれたんですよ。で、そうすると、自分が正しくあろうとすると、正しくない人を批判的になって見てしまうっていう、あるあるの現象が生まれてくるんです。それってなんかタイプ6とかではなんかあるような気がしてるんですね。で、俺だけやってるじゃん。周りやってないじゃんとかはなんとなくわかる。それはでも全みんなそういう信念を持つと思うんですよね。でも、それは顕著だな。僕の人は正しいか正しくないかじゃない。うちなる批判家みたいな。そうです。あ、確かに僕がやってるのに。僕がやってるのにやらない。うちの人は正しいか正しくないか。まるさんはその正しいか正しくないかな。てかまあ、ちゃんとしてるかどうかみたいな。うん、ちゃんとってことですね。ちゃんと。筋が通っているかどうかみたいな。筋が通っているかしらみたいな。この、すごい私もそんな人と接してたら息苦しいだろうなって思うし。僕の人は、自分もやってなかったら別にいいわけです。いいわけです。道徳的ではないです。なんかタイプ1は結構なんか道徳的にも、うん、にも外にも、外にも。なめます。うん、かその正義感が強いっていうのは、良い面も悪い面もあります。このなんか、言葉が1っぽいですね。そう、今回もこの動画を撮るにあたり、うん、あ、そうですかね。ワードのドキュメントをいただきましたと。うん、そう。こんなことを話しますっていう段取りにちょっと驚いてます。今までないですね。ぶっつけ本番、うん、まあやりましょうよで始めていたので、うん、ピリッとしてます。ピリッと緊張してます。すいません、なんかすいません、もうこちらこそ。今日のプレッシャー与える気は全然ないんですけど、ここもまた面白い。あ、そう、その違いは出るのかな。タイプ1が全員そうとは思わないけども、タイプ1であるがゆえに苦しむことって結構あると思ってて、私もそうで。結局、自分の思い浮かぶ完璧さなんて現実に起きないんですよ。完璧ですね。そう。ありえない。いかに、ありえないのに、すべての状態を完璧に整えようとしちゃう。そう、怖いのが映画の見る観点が完璧かどうかってなってて、すべてにおいて完璧な映画を見るってめっちゃ気持ちいいみたいな。その照明も脚本も、このすべての設定には、ほんま完璧ってなると、すっごい気持ちいいんですよね。でも隠しましょうか、これ。色が完璧じゃないみたいな、今。完璧だけで、いや、そうじゃなくて、その、完璧な映画を見ろとは否定もしないけど、自分の中ですごく気持ちよかった、みたいな。自分がやることにもこだわるってことですよね。ところが、本来は、作られた性格なので、本来はすごい適当なのに、作っただけなので、その適当な部分が出るってことは結構あって、意思の中に、その完璧じゃないところがあるっていうのは、分かってるんですね。分かってますね。てかほぼダメだねでもほぼダメね、しなきゃいけないって思うんですね。完璧に近づけよう。あ、苦しいわ。近づけようっていう意志がすごく強い。それ無理じゃん。それ無理じゃん。そう。で、例えば、はい、実家に暮らしてる時には出なかったっていうのは、一人暮らしすると、ちゃんと掃除したいとか、きれいにしておきたいっていうのがあって、でもできないので、自動掃除機買っちゃったみたいな。なんかね、めんどくさがりなので、
自動掃除機使えば、まあ、自分が手を下さなくても綺麗になるから、ちょっと気持ちいいですよねって。自動掃除機のスイッチを押すのが僕の目的なんですか。やばいですよ。それやばいです。一番よろしくないと思ったのが、近しい人、家族とか恋人に対して、かくあるべき姿を押し付けるところがあるなって気づいてて、そうじゃないことに対する不満を持ってしまうって余計なことで今思うと。人それぞれ考えがあるんだから押し付ける必要はないのに、正しさをすごく、なんか、押し付けようとしちゃってなっていうと思うんです。で、正論だったらみんな文句言えないところってあるじゃないですか。突っ込みのない理論を持ってきたようにしちゃうんですよ。で、それって結局コントロールなんですよね。で、プラスタイプ2の嫌なとこも出るんですよ。親切の仮面をかぶったコントロールみたいな。正論ですからね。もうやめて。結局、この、ダメな人を何とかしようとしちゃうところもあって、結局それも上から目線なわけですよね、今思うと。で、超依存みたいな関係になったこともあるんですね。相手がダメ人間で、私はすごい尽くす。で、一見すごくいい人なんですけど、見ると、ダメな相手を見捨てずに、ずっと支えたり、でもよく考えたら、それは私の自己肯定感の低さが、いつまでもそういうことを続けているなって気づいたし、結局下に見てる。自分がダメだと思っているから、自分よりダメな人を、作ることで、自己肯定感を得ているのか。結局、それって対等じゃないんですよ。下に見てる。で、批判的な言動も結局は下に見てる。対等になってないって恐ろしさに気づいてる。自分すごいやばいなと思ってた。嬉しいです。やばい人間じゃないかと。別に社会的に逸脱してるわけでもなく、友達がいないやばい人間でも何でもないのに、ちょっと思考が恐ろしいと思って。口にも態度とかにも出る方なんですか？やりなさいみたいな。なんか、やばいのは近しい人、家族、恋人とかに出ちゃうんですけど、こうした方がいらんアドバイスするんです。で、人って自分で決めないとやる気が出ないものだし、それを尊重するところなのに、尊重、しているつもりでも僕はそう受け取らなかった意味がないんです。怒られてる感じが今してますね。いや、それなんで相手残ってないんですよ。なんで1になってるんですか。ごめんなさい。怒ってないですって。私は、わかります、すいません。こういうふうに感じさせちゃってるのもタイプ1かもしれないんで、説教すんなよみたいなね。すいませんって言って。そこをいかに緩めるかっていうのを去年すごい取り組んでたんで。至らぬところをいかに緩めるか、性格だから仕方がないと、全否定してもしょうがないわけです。全部ダメとか思った時期はあるんで、自分は全てダメみたいな。でも結局性格っていうのはそうそう変わらないので、じゃあどう緩めようかなっていう時にエニアグラムに出会って、すごい読み込んで、あ、びっくりして、その血液型別性格判断とわけが違うところだなと思って。これを知ることで自分の取り扱いが少しだけ深めると、不健全に今言ってるなって自覚するだけでも違うなって思ったんですよ。それまでの自分、正論だったら何言ってもいいみたいなわけのわからないところがあって、いや、そんなわけないやんっていうのは後で聞いてるんですけど、やっぱ正論って暴力なところがあるんですよね。で、結局自分が、育ちにすごくそれは気にしているって分かっているし、で、それによって親を責めるわけではないんですけども、誰もが育ちの状態完璧じゃないから、足りない部分を補おうとして生活ができているっていうのは当たり前のことで、で、それを社会に適応しつつ、鬱陶しがられる程度に緩めたらいいやと思ってたんです。緩めなければいけないって思うのが、1っぽいですね。1っぽいです。僕も頑張らなければいけない。しない、緩めないと緩めないといけないよって。僕、あ、緩めすぎなんですから、ね。そう、緩めるぞ、ルール決めるよ、ルール決めるよって。緩めるとこも頑張るぞって、なんだそれって。で、ちょっとショックだったのが、タイプ2だなって自覚していた時は、強依存になってた時期があって、ダメな人にすごい尽くす。例えば何が起きたかっていうと、なんか私、頼られちゃった時期があって、週5は電話かかってきて、1時間、2時間と向こうの悩み相談を聞いてた時期があるんですよ。2年間ぐらいね。で、それってバウンダリー、自分の境界に捨ててないわけですね。自分の
時間区切られてて、かといって相手は全然成長しないわけですよ。意思。なるほど。で、その、タイプには、そう、尽くすことで見返りを求めてるのは確かにあって、こう、自分の存在意義もそこで確認しちゃってるとこもあった。まあ、遠ざけると気持ちいいですもん。気持ちいいけど、まあ、2年か。それも、レベルによりますよね。考えるレベル、2年間も毎週、毎日のように週5で電話かかってきて、1時間以上、相手の不満口悩みを聞くってすごくないですかって。これが発生しないのにもったいない気がします。2の人はでもそこに依存してる。あ、そっかそっか。そっかそっか。そうそうそう。だからそこに依存している。結局自分の弱さがすごく出たなって。自分の自己肯定感が低いから、そういう弱いところ疲れたなって。その2年間、壮絶な時期が終わった後、すごい空虚っていうか、何やってたのかなって自分をすごい考えました。でもその時は、そういうことやめようで終わったんです。で、自分は自己肯定感が低いなって気づいた。そういうことは起きたってやめようって、この2点しか思わなかった。もやもやはしてて。でも、さらに、去年の今頃、結構、衝撃な事件が起きて、そっからですよね。本気で考えたのは、その、徹底的に。自分が起きる、妙なトラブルとか、変なことに何で起きるのかなっていうのを、まあ、コロナもあって、遊びに行ったりとか、できなくなって、時間ができたから、すっごい深掘りしたんですよ。で、そこで、やったことっていうのが、ワードで送った内容なんですけど、まあ、通勤がしばらくなくて、おうちの仕事に強制的になっちゃったので、暇な時間が増えてたから、もう体動かそうと思って、毎朝1時間歩くって決めて歩くようにしました。で、そう、まず体を感じてないなってところがあって。ああ、はいはい、なるほど。考えてるから体動かせばいいって話です。頭ばっか使ってた。あ、はい、そうですね。そう。で、体を感じてないから、今を生きてないって気づいたんですよ。先のことや過去のことすごい考えてた。今を生きてないって。体を感じるぞってことは、例えばコロナの始まり4月の時ですけど、ちょうど春になる、朝寒いんですけど、ちょっとだけ暖かく感じる時期で、毎日毎日歩いてると、ちょっとずつ季節を感じるようになったんですよ。草花も生い茂る頃だし、花も咲き始めて、歩くたびに、景色の感覚が違うっていうのを気づいて、あ、今まで本当に何してたんだろうって思って、まず体を感じてなかったなって、体の凝りも分かってなかった。すごく肩凝った時じゃないと、整骨院行かなかったの。なので、まずは、体を癒そうと思ったんです。その時私、プライベートでひどいことが起きて、ズタボロで、もう眠れないぐらいズタボロで、で、人生初だったら眠れないぐらい悩んでて、普通眠く寝ちゃうんですけど、寝れなかった。で、まあ、まずは体を疲れさせようってとこでウォーキングを始めて、体を感じる。で、次に大事にしたのは、結構タイプ1になりがちなんですけど、感情を抑圧するところがあります。本当の感情をぐっと抑えて表面的に合わせることをすごくします。か、特に怒りを表に出したりするのははしたないみたいなところがあって、でも、そんなの今思うと変なんですけど、いや、喜怒哀楽は適度に出すべきなのに、本当の激怒を出すのはダメだみたいなのがあって、結局でもタイプ1とかタイプ9って内面に激怒を確か控えてますよね。18、はい。でも1はなんか漏れてる感じはしますけどね。漏れてる感じは。漏れてると思う。ピリピリしてるから黙ってて。私今ピリピリしてますか？今してないですよ。今全然大丈夫です。大丈夫ですかね。大丈夫ですか。どうかし、無言の怖いオーラたまに出してるらしくて。それはわかります、なんか。なんとなくわかる。なんか、ほんまに切れた時って、ギャーって言うじゃなくて、もうめちゃくちゃ無言の怖いオーラ出してる。口切れてる聞いて。そこでまずは、自分の本当の感情を抑圧するのやめようと思った。まず感じようって。すいません、今までその感じることを。抑圧と感じようは何が違うんですか？やっぱ、抑圧をすると感じることも抑圧し、感じようっていうのは、あ、怒ってるっていうことを感じるってことですか？出すわけじゃない。感じる。で、例えばね、そうそう、出さなくてもいい。その、
例えば差別的な心って誰もが持ってると思うんで、社会的に持ってる、持ってる、みんな持ってるはず。でも別に感じることは感じることは自由な、自由なんです。でも言っちゃダメだから感じるがダメみたいなことを思ってる人も多いんじゃないか。いや、こんなこと思ってダメ、いや思うが自由なんです、内面は自由なんですってことを思って、もう私は自分に嘘つかない、感じることを許すぞみたいな、すごくなんかそういう風に切り替えたってとこがあって。そうそうそう、感じてるのと抑圧してるのっていうのは意味は違うって話です。なんか俺は怒ってるんだっていうのを、怒っちゃいけない、怒っちゃいけないっていうのが抑圧してるんですよ。怒っていい、怒ってる、そうそうそう、出すわけじゃないけどね、怒ってるのを感じる、もう俺は怒ってる、決して出してはないですね、出してはないけど、はいはいはい、っていうのはすごくあったんです。 でも別に感じることは自由だって、差別的なことこと思っちゃいけないことを思うが自由である、行動にさえしなくてっていう境地にいたり、それを歩きながら感じたことなの、まあ、だからそう感じるってことを意識すると、なんか何でもないことに泣けちゃったりできて、まあ、泣けなかったみたいなのがなんかね、すごい、2日間眠れなかったっていうのもすごいひどいことだったけど、普通泣いていい出来事なのに泣けなかったんですよ。普通泣くよねってとこ泣けなくて、もうすごい考え込んでて、悲しいのに、悲しいというよりは考えた。なんでこんなこと来たんだろうみたいな。いや、まず悲しみよって。20代の自分ならワンワン泣けてた事例が泣けないんですよ。泣いちゃいけないな感じなんです。そういうわけでもない。そこはもうないんですけど、抑えてた。なんか抑えて。大人としてみたいな感じですか？かもしれないですね。年とともにそういう風になっていっちゃったかなって気がして、今思うと大学生の時の自分は、ひどいことがあったらワンワン泣けたんですね。泣き切るとスッキリして、恨み事とかもないし、なんか数日経ったら明るい日常だったのに、こう鬼のように溜まっていくんですよね。大人になんか抑圧すると、変な恨み事になってしまうんですよ。で、怖い、自分でも怖いぐらい恨み事が出てきた。怒ってる自分に、俺は良くない。で、恨みって行き過ぎると攻撃になって、攻撃ってやっぱりそのタイプ1にある批判的な部分が、こう、想像効果をわーってなして、正論ですげえやり込めるみたいな。やり込めるあるあるある。あるある。あるあるみたいな。でも、正論でやり込めると友達とかには絶対しないんです。近しい人にやるみたいな。家族もいる。職場とかではどうなんですか？職場ではし、無ですよ、無。職場では自己主張しないし、言われたことやる、ちゃんとやる。で、しっかりない限りアドバイスしないし、余計なことはしないみたいな。自分のそういう面が出てしまわないようにっていう感じですか？いや、もうなんか居場所を失うのが怖いから。反応したくなる気持ちを抑えてる。その場に、こうちゃんと居場所がないと困りますよね、職場って。だから変な自己主張しないし、正論も出さないし、出したとしてもちょこっとその聞かれたら、ね、空気を読みながら正論出す。そうですね、空気は読みながらです。他に何かその歩き、歩いて、あと瞑想ですね。瞑想すごく良くて、まあ、YouTube とかにも落ちてるんですけど、そういう自分に合うなと思う誘導瞑想、声が入って音楽が入ってをして、内側に意識を向けるようにしたんです。どうしても批判っていうのは外側に向かってるじゃないですか。はい、あいつがダメだった、世の中がダメだった、あの状況がこうだかこうなんだとか、外にこう行くと批判ばっかり自分は出てしまうから、まあ内側に目を向けるっていうので、朝瞑想を10分にするようにする。まあちょっと気分が違うかなっていうのと、1ってあとうちにも批判しますよね。自分にもすごいしますね。します。瞑想ではどう解決するんですか？それを許そうみたいな。ああ、なるほど。ダメでもまあいいか、みたいな。とか、まあでも未だに定期的に自分はダメだなってよく思ってますけど、ダメなんですわ。言っちゃダメなんですかね。自分で言うのはいいけど、言葉にすると、不愉快ですよね。自己卑下っていうのは、自己卑下っていうのを聞いてる方はいい気はしないですね。しまった。いつもしてる。結局は、その謙虚な皮を被ってるだけで、責められないようにしてるだけなんですよ。なるほど。
これですよね、正論。今向こう怒られてますね。思いました。今向こう怒られましたね。今怒られましたね。私怒ってないですよ。怒ってない、怒ってない、怒ってない。その結局人間ってすごく乱暴な言い方すると商品みたいなもんで、商品を卑下して誰が買いますか。なるほど、そうですよね、確かに。今ちょうどそんなような動画を上げたばっかりで、はい、あの自分ダメなんですっていう動画を上げた時に何人か減ったんですね。そりゃそうだよなと思って今、はい、おっしゃられた通り。さすが、こういうのでもいつの役に立つアドバイスですよね。そうですよね、チャンネルの参考にさせていただきます。結局ね、本人はしんどいですけど、卑下するっていう。ほんまに思ってるんですけど、結局生存戦略なんですよ。被害者ポジションにいることで責められないみたいな。戦略。自分でよく言ってる話。で、自分もまたそういうとこがありますよ。これダメだっていうことで責められないようにしてるんじゃないか。ここ、自分ここダメダメですいませんって、こう肩を上げて降参したふりをして責められないようにしてるとこが自分もあるな。もうやめて。痛い。なるほど、面白い。気をつけよう、うん、やってる人気をつけなきゃですね、これは。僕ですよ、特に。ありがとうございます。ちょっと今我が身を。でもこれですよね、一の正論、正しいことを分かりやすく。これがこう批判に来るとグサッとくるけど、そうですね、うん、解説はすごく分かりやすいみたいな。まあ、合理的な感じ。合理的な。僕は怒られたところで、はい。伊藤平さん責めてないですよ。伊藤平さん責めてないですよ。責めてないです。だって自分もそうだもん。私もそうだもん。二等兵に行ったわけじゃないです。ああ、今はそう。エニアグラムプロレスなんで大丈夫。全然。自分もそうだもん。二等兵に対しての言葉なんで。ああ、なるほど。なるほど。自分に対してっていう。それが形が違うだけなんですよ。本当それですよね。はい。まあ、囚われがそこですもんね。エニアグラムの。その誰もがその自分を守るための防衛戦略を持っていて、その形が違うんです。もう分かりやすい。で、なんか意外とでもので、そのインナーチャイルドを癒す瞑想みたいなことが書いてあるんですけど、そうですね、結局は育ちの段階で、まあ、その自分が受け取りたくても受け取れなかったっていうのをみんな持ってると思って、それを癒すための内なる子供を癒す瞑想みたいなのがあって、でそれを取り組んだりしますかね。子供の頃に何か言ってほしかったこととかを言ってもらえなくて悲しんでる子供がいるっていうことですか。そういうことじゃなくて子供の面があるっていうこととか。そうですね、とかそういうこともあります。その子供の時にこう未完了の感情っていうのが残ってる、発散されなかった、不満に思っていた感情っていうのが子供の時に残っていて、でそれがすごく大きかったりする人ほど歪んだりすることがあるので、大人になって平和が出たりとか、でそれが大人になったらもうなんかダメなんじゃなくって、まだその癒すことはできるって自分信じて取り組んで、でダメだと思っちゃってる人もいるんですけど、まだ間に合うと。自分でできるんですね、それは。そうです。聞きながら自分が過去の自分を抱きしめるイメージとか、そういうとか、弱い自分を認めるとか。で、私はその自分がすごく弱っていって自覚があったから強くなりたいなと思って、一生懸命こう、社会生活で作っていった性格がタイプしてるんですね。きっちりちゃんとしてたり、正しかったら責められないって妙な囚われがあって、それを作っていったんですよ。だから、本来、子供の時の自分って、そこまでじゃなかったんですね。もうちょっと、寛容だったな、子供の時の方。自分自身にも、人にも。そう、自分自身にも寛容だったし、人にももうちょい寛容だったし、正論で追い詰めないし、みたいな。で、あとはなんか自分を大事にする。あ、そうそう、自分を大事にするっていうのは、自分の私体調を無視して、誘われたら熱が出てても薬飲んで出かけるとか、そういうことしてたんですよ。すごい無理してた。そういうことやめよう、みたいな。自分がちょっとでも乗り気にならなかったり、ちょっとでもだるいと思ったら遊びに行く、誘いとか乗らないっていうふうにして、自分を第一にしよう。当たり前のことができてなくて、すごい外に焦った。それを徹底するようにしました。自分中心に悪い意味じゃなく、自分を大事にすることを心がけて行動する。そこは守るべきだみたいなことを
思ってると無理するそうですか、ね、そうそう、約束は守るべきただ楽しむべきとか、なんかそのべきで苦しめられてる人が多い、ね、自分の感情を感じることを大事にする、正論で自分をジャッジしまいがちだが感じることは自由だ、うん、と自分に許可した、うん、だからさっきの話です、怒ってはいけない、あなるほど、みっともない。でちなみに自己肯定感は低いんですか？低い方でしたね、うん、これしちゃいけないあれしちゃいけないが、うんうん、やっぱりどうしてもあるんですかね。うん、あると思いますね。あの自分を解放するのがすごい苦手で、例えば小学生の時の思い出で、学校の夏休みのお祭りで、もう近所の子数名でステージに上がって歌って踊るみたいなのがあったんですけど、アイドルの真似して。はいはいはい。でも私だけ参加しなかったんですよ。そんなこと恥ずかしいことできるかみたいな。あ、でもそういうのを覚えてらっしゃるんですね。か、過去の、なんて言うんだ、過去の出来事、なんか傷的なものとして。傷？覚えてます。ちょっといいなと思うけど、そのいいのを超える恥ずかしさの方が強いから、みんなノリノリで練習してるんだけど、私はそれ参加しないって決めて、行かない。その、そんな歌って踊ってステージでありえないみたいな。自分が完全じゃないと思っていて、うん、でも完全がある。完全を目指す。目指す。っていうのが大変です。で、ちょっとびっくりなのが、あの、中学生の時に修学旅行でこうバス乗ってる時にカラオケ大会しようぜっていう決まりがあって、えって歌みたいな。私は何したかっていうと事前に練習しまくりました。で録音して自分の声を聞くに耐えるレベルまで練習したんですよ、まあ、完璧じゃない私の歌なんて聞かせられないみたい な、 なるほど、じゃなくて笑われたら恥ずかしいのがあって、下手くそと笑えたら恥ずかしい。タイプ1にとって録音してるとこが今思うと怖い。怖い。だらけです。人が聞いても大丈夫かレベルっていうのをちゃんと録音して、自分で客観的に聞いて、みたいな。その完璧を目指す。完璧よ。そう。で、たかが修学旅行の行き帰りで何にもプレッシャーないはずなのにすんげえプレッシャーを感じる。正論でなくしたんだと思いました。んそんなカラオケ大会もおかしい。ああ、おかしいって。っていう正論。そこまでのリーダーシップはなかったです。私のリーダーシップ当時はなくて。今は自分自身でやってること、何ですか？何笑ってますか今。いや、でもないですよ。どうぞ。いやいや、行動が面白いなって。僕の落ち着きがあっていいな。いやもう僕もやらねばになるんですよ、うん、盛り上げねば、うん、使命、6の使命感ですか。はいはい、ありがとうございます。え、違うんですよ、すいません、ちょっとそわそわしてたから今。でここで今下手なんですって言おうとしたんですけど怒られるって。落ち込んだよ、怒るよ。自分を下げるのはダメだって、うん、先生どうぞ。すごく素敵な言葉があって、自分を卑下することは自分に対して失礼だみたいな言葉を聞いたときにハッとしたんです。ああそうか、定期的にありますよね、見とって。あのね、やっぱ不安なのかな、うん、なんかこいつは面白くないって言われる前に、うん、僕は面白くないですよ、うん、知ってるもん。そんなことっていう、そんなことない、だってお二人すごい面白い戦略ですよね、多分戦略。言われたくない、言われたくないから言われる前に、言われる前に俺知ってるもん、それ、うん、だから傷つかないもん、うん、でもこれをあのまるちゃんは捨てた方がいいんですかね。僕はあ、結局でもその行動に慣れちゃってるじゃないですか、そのパターンの人って。私もそうです、うん、それを変えるのすごい難しいんですよね、はい、うん、必要があってそれをしてるわけですよね。そうですね、言われた時に変えられる、そう、傷つきたくない、はい、その戦略を成功してるからいいんじゃないかな。だから自分の中身は自分のこと好きでいた方がいいんじゃないかな。それだけなんです。戦略としては成功してる。でもそれであの動画でチャンネル登録者数が減ってまたショック出たりするんで。はいはい。あ、だからちょっとこの番組の時は卑下しない方がいいかもしれない。でもなんか偉そうにするっていうの言い方も違うんだ。なんか苦手なんですよね、その自信を持つのが。で、それでもう一個の自分をちょっと取り組んだこと、アファメーションなんですけど、自分を肯定する言葉を聞き続ける、言い続けるっていう意味があって、はい、一時期やってました、はい。
あるんですよ、はい、アファメーション。私、はい、朝、それを聞きながら出勤したりして、こう自分を思い込ませるみたいな。っていうのと、はい。あ、ごめんなさい、話したいです。でもう一個は、その、知人に言われて取り組んでいるのが、1時間に一遍自分の中で自分を褒めなさい。例えば何でもいいんですよ。内臓動いてる偉いでもいいと。うん。で、忘れ聞いて、なるほど、なるほどとか思って、あの、今回数減ったんですけど、言われた夏去年のやつは、こう、タイマーして、1時間に一遍自分を褒めるっていう、その、あ、今、ちゃんと鉛筆持ってる偉いです。何でもいいんです。っていうことを続けましたね。僕の悩みを聞いてもらっていいですか？はい。僕の場合ですと、アファメーションとかをするんですけど、それをやってる俺ってどうなのとかって思っちゃうんですよ。同時に。同時に。自分に思っちゃうんだ。僕ですかね。僕かもしれない。いや、なんか、いや、みんな、大人はやってるのこれ。俺やってて、じゃあ、うん、今、じゃあ、成功してますか僕は。そこは多分、バウンダリーの問題だと思います。人は人、自分は自分っていうのができてないのかもしれない。できてないんだと思う。バウンダリーって言われてますよね。バウンダリーって何ですか？あの、心理学用語で境界線ってことで、例えばアドラーって心理学者っていうのは、はいはいはい。課題の分離って言い方を彼はするんですけど、ますよね。よく親が子供の問題に首突っ込んで悩んだり、あたふた動くっていうシチュエーションがある。でもそれ課題の分離ってやつ。相手の人生にやるべきことを奪ってはいけない。相手が子供で人生不明待ってても、相手の人生相手のものにある。みたいな、そんな現実無理でしょ、口出すでしょと思うんですけど、それを心がける、意識するだけでも違うんだなと思って、課題の分離はすごくあって、私もバウンダリーが緩い部分があるから、境界線がなくなって、この脅威度みたいになっちゃったわけですよ。それも気づいて、人は人、自分は自分っていうのを常に意識して訓練するのが身につかないんですよ。で、その自分は自分と思った時に、なんかしっかりしてないなって思うんですよね。あー、そうです。でも、結婚してお子さんいらっしゃいますよね。います。もうなんかそれだけでバンバンダイじゃないですか。成功者ですよね。っていう思いもあるんですよ。お前が結婚できたんだぜっていう思いは同時にあるんですけど。二等兵さんが伴侶にしたいって思ってくれる人がいて、めちゃくちゃいいじゃないですか。その、あなたと人生共にしたい。その人に対して失礼なわけですよ、自己って言って。はい。あなたがいいって言ってんのになんでダメ出しするのよ。